全国屈指の強豪、大阪桐蔭は第96回選抜高校野球大会でも優勝候補の筆頭格に挙げられている。チームには二刀流のネオ・アキラ、アキラ、投手、中日、や藤原京太、京太、選手、ロッテ、ラ、最強世代、に憧れた選手が多くいる。同じく甲子園を沸かせる成績を残せるか注目だ。 大阪桐蔭は2012年、藤浪慎太郎投手、メッツ、と森友屋選手、オリックス、のバッテリーを擁し、初めて春夏の甲子園を制した。藤浪投手は夏の準決勝と決勝で、いずれも完封した。14年は夏、17年は春に優勝したが、春夏連覇はできなかった。 2度目の春夏連覇を成し遂げたのは18年。高校野球史上初の偉業で、二刀流のネオ投手や4番打者の藤原選手ら最強世代が躍動した。夏は1回戦から決勝までの計6試合で45得点を挙げ、失点は12。1学年から4人のプロ選手が輩出した。12年と18年。 6年という感覚について石田利也コーチは法則めいた見立てを披露した。小学6年の時に強い大阪桐蔭に憧れた子供たちが入学してちょうどメインの高校3年になる。今年は18年から6年後にあたる。今の3年生には最強世代に憧れて入部した選手が多い。 選抜大会でベンチ入りする3年15人のうち、少なくとも10人が大阪桐蔭に入学した理由に、18年の春夏連覇、を挙げた。エースの平島勝良地、海地、投手、主砲のラマルギービンナタナヤケ選手らだ。宮本慎四郎主将もその一人、18年夏に愛知県から父と甲子園に行き、沖学園、南福岡代表、 との2回戦をバッックネット裏から観戦したその日はネオ選手と藤原選手が本塁打を放って10対4で快勝。迫力あるプレーの数々と割れんばかりの歓声に、党員のユニフォームを着て野球がしたい、と気持ちを固めた。その年の冬には、中日ドラゴンズジュニアの始球式でネオ選手に、試合はあっという間だから楽しんでね、と声をかけられた。 全ての技術がハイレベルで野球に取り組む姿勢もかっこいいとネオ選手に憧れた。中学時代は、党員に入ることを考えて練習していた。ボーイズリーグではネオ選手と同じ投手と遊撃手の二刀流で活躍し、党員に入れることが決まった時は、よっしゃ。と大喜びした、憧れのユニフォームを着て2年。 真面目な性格で仲間からの信頼も厚く、首相に選ばれた。野球棒のつばの裏には大きく、日本一、と書いた。この台でも春夏連覇したい。そのためにも一戦一戦に全力を尽くす。大阪桐蔭は今年、6年ごとの春夏連覇を成し遂げられるか。22日の1回戦第2試合で北海、北海道、と対戦する。